岡武雄は、日本の政治家、マスターズ陸上競技選手、元愛媛県北宇和郡松野町長、北宇和郡松野町生まれ、愛媛市販学校卒業後、教職の道に進み、小学校校長等を歴任。平成の市町村合併の枠組みに関して、北宇和郡広美町、日吉村との三町村での合併協議会を離脱後、松野町内が混乱し、 枠組みのあり方が最大の争点となった2004年の町長選挙に押されて、紀北地域での小さな合併を唱え、宇和島市中心の大きな合併を唱えた、坂本久志明との選挙戦に58票の僅差で勝利し、町長となった。ただ、町議会は町長派と反町長派にまぶたつに割れ、一時は議長も決まらないなど、議会対策に苦慮した。 その後、基北町との合併協議にこぎつけたが、一旦は松野町が合併協議を蹴った後の再加入ということもあって、平成の合併期に愛媛県内の自治体では対等合併の名のもとに新設合併が先行されたものの、この時は受け入れてもらう形になる編入合併とならざるを得なかった。また、町内での合併議論の中でのごたごたもあり、 抱えていた複数の訴訟案件などが、紀北町サイドからの懸念材料として提起されるなど、苦難の協議であった。紀北町との合併協議中ではあったが、自身の任期満了に伴う2008年の町長選挙に、再び出馬、坂本との再選となったが、今度は、年下の坂本に敗れ、再選ならなかった。なお、この時は、すでに紀北町との、 編入合併の競技が合併の時期を詰めるまで進んでいたこともあり、坂本、岡良候補ともに、紀北町との円滑な合併実現を公約とした選挙戦であった。政治家活動外では59歳の頃より健康維持のためにマスターズ陸上競技大会に参加し、愛媛県内でのマスターズ陸上界で名の知れた人物でもある。特に2009年には、 国際ゴールドマスターズ、京都大会及び第30回記念国際日本マスターズ陸上競技大会において男子80歳以上の100メートル競争と200メートル競争で優勝しアジア大記録を樹立した。2017年には日本スポーツグランプリを受賞している。90歳を超えた2020年現在も県内のマスターズ選手権大会に出場を続け、 2020年大会では男子最高齢で短距離種目を走った。2021年には東京オリンピックの聖火ランナーを務め松野町役場前を走った。愛媛県内の聖火ランナーの中では最高齢であった。ありがとうございます。